か失礼しました。今度これイメージあったね。ちょっと失礼しました。なんか盛り上がり方でもうラジオ機の方は清水君の声を聞いて、あ、来た来たと思ってますから。そうですか。大丈夫ですからね。で、火曜日、清会ですからね。短歌、俳句、今日も届いてますよ。どんどん紹介していきましょう。福岡の方ですよ。はい、まずは。はい、お願いします。はい、どうも、さん。どうも、さん。あの林さんですよ。え、あの林さんですか。あの、いや、大丈夫ですよ。梅雨寒に雲なき諸行ありがたし、梅雨寒に雲なき諸行ありがたし。はい、諸行、あの、あけぼのという字に光っていうんですね。諸行ってのは夜明けに東の空に差してくる太陽の光のことを言うんだそうです。あけぼの光って。そうです、諸行ですね。こういう言葉がやっぱりあるんですね。だから、あの、まあ、梅雨だもんね、梅雨ですから、いつもこう、曇天だとか、何か雨が降る、そんな中で、たまには、その、見分かれるので、日の出ですね、まあ、ちょっとこう、はい、お日様が見えたっていう、この喜びなんですね、これ。梅雨ですもんね。いいですよね、あ、梅雨って、喉に、そう、喉は我々のように、喉ですからね、ね、あの、ガーッとするときあるじゃないですか、乾燥して。梅雨場は大変。肌もガサッとしたね。でふっとこう油断して、例えば冬場に、その加湿器をね、あげて、もしくは途中でタンクに水がなくなったら、朝起きた時のね、あの喉の渇き具合で、いやいやっていうような、ありますもんね。それを考えれば、この梅雨時、あとこの夏場っていうのは、湿度が高めになって、逆に除湿器が必要に。いや、逆にそうですね、カルチャーですからね。ダニだとかそういうのが、出てきますので、でしょ、窓にはいいけど、布団ってあれずっと引いたままにして、畳の上に敷いてるとあれカビ出ちゃうんですね。はい、あのカビなんで、カビをね、フローリングだとその木が湿りますね。畳のとこにあの、全部じゃなくてその寝てるとこの部分だけ汗をかいてるとか、汗かいてんだなってあのあなた初めて思う、あの感じました。よくね、寝てる間あの一晩でコップ一杯の汗をかくっていう。そんなに出てるんですか。出てるんだそうですよ。汗でもね。朝は毎日変えなきゃいけないですね。まあでもあの変えるんですか、干せばいいんですよね。朝は干せばいいんですよ。ああ、そうかそうか。あとだから。結局どこかに逃してやればいいわけですから、やっぱり布団もあの、ね、ずっと敷きっぱなしではなく毎回面倒だけど畳めば、溜まったその湿気がどこかに少しはね軽くなっていくってことで、よくなんかあの乾燥剤みたいに入ってるんですか、のりとか、はい、あれ敷いてたらいいんですか。いや、この原理の何か今聞くものありますからね。あ、そうなんですか。敷きかけるっていうその乾燥が吸湿するもの、それを干せばいいみたいな。ああ、品を乾かせるよ。あとは布団乾燥機とかね。ああ、なるほど。大変だ、これね。そっちの方がね、これからそうですね。でも、アジサイが綺麗ですか。あ、そうなんですか。鎌倉の行くと、あの、アジサイが、あっさり柔道とか、あれじゃないですかね。アジサイっていうのはですね、あれ、ハサミで切って、あの、植えると、根っこ張るんですよ。すごい、花の部分を。あ、花の部分、半端のところ、半端のところ。この先、カーブがあります。ありました。で、変わってます。こういうことやってみよう。だって、至るところには、あ、まあ、人のものはね、来たらダメですけども、あれ、自然のね、そこに入ってる。あれ、あれ、ずっと増やしていったら、綺麗ですね。あ、いっぱいね。あずさいは強いんですよ。強いですね。あれだけ綺麗なね。ナメクジが。ああ、そう、なら、カタツムリか。カタツムリもナメクジも。そうそうそうね。はい。林信夫さん、どうもありがとうございました。それではですね、一曲お届けいたしましょう。はい、清水君、曲紹介お願いいたします。氷川きよしで、アカシアの雨が止んだ。この先、カーブがあります。アカシアの雨に濡れて、このまま流してくれるでしょう。
この先カーブが連続します。清志くんの演歌名曲コレクション A と宴会船歌の中からアカシアの雨が止むときをお聴きいただいています。はい、何かこんなこのこう雨と聞くとね、この季節。そうですね、アカシアの雨が止むとき、これも名曲ですね。雨っていい好きですかね。そうですね、気持ちの中で自分がこういいときっていうのは、うん、雨もいいなって思うけど、悲しみに沈んでしまうときってのは、うん、あるのかもしれませんね。心の中の部分です、ね。はい、火曜日の氷川きよし節、ラジオ機の方からの俳句短歌募集しています。はい、メールアドレスはきよし @joqr.net、 はがきは郵便番号 105-8002 文化放送氷川きよし節の係まで。氷川きよし節、お相手は氷川きよしと文化放送寺島直政でした。それでは明日もどうぞ。この先カーブがあります。あらかえんじん涙のあの瞳。つみくん、どうしたですか。みじさん、トン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 日野の二トン、トン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 日野の二トン、トン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 日野の二トン。日野の二トンって何なんだ。その正体は日野の二トントラック。多大な安全装備でドライバーの安心を支えます。結論、日野の二トン。この先カーブがあります。今週のお客様、株式会社ジャパネット坂田創業者の坂田明さんです。
今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今週は長崎県佐世保のジャパネット高田本社のこうラジオブースに今お邪魔して、はい、お届けしてるんですが、まあ、大学を出て、機械製作メーカーにお入りになってヨーロッパに駐在されて3年いらっしゃったんですけども、翻訳会社をやろうじゃないかということで友達と一緒に立ち上げたんですけども、まあ、なかなかうまくいかない、はい、で、ご実家である長崎県の平戸にお戻りになった、はい、家業は写真屋さん、はい、まあ、当時平戸は観光ブームに沸いていた、はい、でそこで宴会、そこで集合写真を撮るときにいかにこう売れるかどうかというマーケティングを学んだっていうことですよね。そうですね。私が声がテンション上がるんでしょ。その部分はね、やっぱり宴会場で写真を撮ってたところにちょっとつながる部分があるんですよ。でこれね、500人の老人会撮るでしょ、はい、お年寄りの皆さんとかって言ったら食事してて顔を上げないんですよ。上げてもらった写真を撮らないと売れないんですよ、はい、私はこっち向いてくださいっていうのは見ない方には10回でも声かけたんですよ。そして綺麗な写真を撮ったものは3枚の写真も3名撮ってるものは全部買われるんだけど、この写真カーブがあります。2人で笑顔を撮るかっていうのが写真を買ってもらうための一つの手段だったんです。ずっと僕は声かけてきました、はい。1986年にその家業から独立されまして、株式会社高田、今のジャパネット高田の前身がこの時スタートするわけなんでありますけども、はい、もうきっかけは何だったんですか。いや、僕はだから30歳でカメラの高田っていう長崎県平戸市にお店があって、兄も弟も平戸市なんですけど、私は30歳の時に、まあ、島が2万人ちょっとの島ですから、ちょっと外に出ようかって言って、佐世保は誰が出るんだと。で、私結婚してね、まあ、27で結婚して30ですから子供が一人いて、で、じゃあ私がもう佐世保に行くよと。その時は初代カメラの高田、佐世保営業所長ですよ。私と女房と2人ぐらいですかね、マスさんとかいうような感じで、三河市という佐世保市の県境の佐賀県のそこの4000人ぐらいの町に店を作ったんですね。そこから支店として僕はスタートしたんです。でそうするうちに、まあ、頑張ってその店も4店舗ぐらいになりました。そしたらもう男の兄弟も3人いたら、もう親父も兄貴も弟もみんな話してですね、まあ、一緒にやるよりも独立しようかと。兄は平戸ですから、で私は株式会社高田っていう名前で作るよと。弟は株式会社1個ですけど3人分離したんです。それが1986年、そこからこの先カーブがあります。僕は結構宣伝するのが好きでですね、テレビのお金なかったんです。ラジオが比較的安いじゃないですか、はいはい、ラジオを使って、宣伝をしてたんですよ。それを何年かやってるうちに、ラジオを使ってる面白い会社っていうのを皆さんに知ってもらうでしょう。でそういうのをよくやった。それにそうするうちに、このラジオショッピング一回やりませんかって話してます。この先カーブがあります。その要するにジャパネット高田ってのはラジオショッピングから始まったっていうふうに伺いました。それがそうなんですね。はい、そうなんです。それでやったら、まあ、4000ぐらいの街っていうのはもう1ヶ月間にカメラ3台4台出ればいいことでしょ、はい、ところが5分間ね喋る枠の中でね100枚売れたんですよ。1万9800円と50台ぐらいカメラが、はい、私も電話取ってるんですよ。2人もいないから喋ったら、喋った後自分で撮ってるの、うちの女房のところ撮るんですよ。そうするうちに、そういう今みたいにですね、放送ビッグバンはなかったんで、もうラジオでも全然やられてくれないんですよ、放送。だから年に2回とか3回ですね。もうね、それから戦いが始まったんですよ。この先カーブがあります。できるんじゃないかと言うんで、3年ぐらいかかりましたかね、動いたんです。ネットワークなんとかできてきて、でも東京とか大阪なんかはもう全然ネットワークができても地方しかできなかったんですよ。佐世保のカメラ屋さんがどうして大阪で放送を許してくれるか、東京で許してくれるか。でも要するに、なんか後ろ盾がしっかりしてるとか名前があるっていうところでもそうなっちゃう。やっぱそれは仕方ないことですよね。やっぱ電波を使わせて伝えてやるわけですから。だから、まあ、北海道の中でね、ビデオカメラを売れてですね、あ、ありがとう、やっぱそっち10万円でしたかね、ビデオを売れて、で切ろうとしたら、ところでおたくどこで、北海道のお客さんおじいちゃんですか。いや、長崎ですけど。この先カーブがあります。長崎で北海道売ってるからちょっと考える。それぐらいにやっぱり
電波を使ってやられていたアプリというのはそれだけ信用がなかったらやっぱ買えないんですよ。初期マークのジャパネットの高田さんがやってたそのトップのトークってどんな感じだったんですか。いや、結構こんな感じですよ。淡々と淡々と、でもね、分かりやすく伝えようと思いました。ラジオショッピングって結構その時もあったんですよ。もありましたよね。はい、あったでしょ。初期のラジオショッピング、この先カーブがあります。そうしてたなと僕思うのはね、1万円以上のものは物が見えないから売れないって言うの。はいはいはい、でも私が喋った時にはこれ2万じゃなくてね、29万8千円ぐらいのもの5千台って売ってました。なんか最初から物は何ですか。ショインパソコンって今で覚えてました。多いね。はい、それとかソニーのこうボックス型のですね、カーナビがね5千台があるよって言われて、10万円でも5千台全部ラジオで売りましたしね。だから20万とか30万とかカラオケとかもそんなものがやっぱりラジオで見えなくても買ってもらったんですよ、1万台とか。そこはねやっぱり面白かったんじゃないかと思うんですね。何だったんでしょうかね。やっぱり誠実にいい商品にこだわる。だから言われたのは、なんでナショナルブランドなんか店頭に売ってるものソニーとか売っても買わないよって言われたんだけど、逆だったんですよ。店頭に売ってるものを売ってるから安心してお客さんが使って聞いてると。でも店頭は僕だけでは商品はわからない。それを噛み砕いて分かりやすい言葉で伝えていくっていうところで買っていただいただろうなっていう思いがありますね。この続きまた明日高田さん、はい、よろしくお願いします。この先カーブがあります。西島秀俊です。このラジオ CM がお聞きいただける地域は食器洗い乾燥機があまり普及していないそうです。そこで教えてあげたい。パナソニックの新しい食洗機は使う水が手洗いの約7分の1で済むことを教えてあげたい。パナソニック。アスナル法律事務所の弁護士にご相談ください。完済された方や現在返済中の方も利息を払いすぎているかもしれません。払いすぎた利息は取り戻せる可能性があります。6月26日から7月7日まで山形県内各地で無料相談会を開催。ご相談はもちろん無料。お取引当時の資料がなくても調査可能ですので諦めずにお願いします。この先カーブがあります。0-434-020-0204アスナル法律事務所、代表は東京弁護士会所属山本幸文。ご予約は午前9時から午後8時まで、土日祝日も受け付けます。アスナル法律事務所から借金問題に関する無料相談会のお知らせでした。ロケットの三浦のラジコー。この番組はスポーツ、提供、調理室の提供でお送りします。どうも漫才コンビロケット団の三浦尾崎です。倉本剛です。伊藤小杉です。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。私ちょっとね、漫才協会っていうところに所属してるんですけど、はいはい、漫才協会の理事になっちゃったんですね。これはもうめでたくないんですよ。選ばれたわけでしょ。どういうことでしょ。どういう感じで、まあ、一応漫才協会。この先カーブがあります。何十人でしょうか。何人なんだ。若手まで、うん、まあ理事選挙みたいな。え、選挙でじゃなくみんな投票権。みんな投票権。12人かな今、まあ、理事が理事が、あ、うん、そんな感じちゃってもう大変ですよ。またまた放送嬉しいですね。嬉しくないよこんなの。ごめんなさい。
気になるわっていう
という方はですね、はいはい、こちらまでお問い合わせしてみてください。はい、提供協力者コールセンター 0120-916-244、 0120-916-244 までお願いします。はい、これ登るの機が無料で、お知らせです。お知らせです。今度の土曜と日曜、山形市の山形ビッグイングで開催される子育て応援団すこやか2015に、私ども提供協力者も出展します。提供の宅配とホープ共済についてご説明をさせていただきますので、ぜひお立ち寄りください。いいですね。はい、んなんか、テレビで、あ、テレビにやるの、あの土曜日は YBC テレビの生中継、これが多いじゃないですか、小杉さんと一緒に、はい、あ、小杉さんも、小杉さんの顔が見えるわけじゃないですか、もう振りかかった、この素敵な顔が、今、照明さって振りかかった。